まあ、関根君はニューヨークプロでプロデビューを果たしたわけだけれど、はい、まあ率直言ってどうだった、はい、これまあ率直に写真とかは見たけど、はい、まだ話してなかったから、はい、率直にっていうかなんで、まあ、まあ本当集団リンチみたいな感じです。うんもうなんか本当にいやいや人生で初めてです、うん、あのやっぱりずっと若い時からジムに行っても大会出ても、まあ、絞れてないってことは多かったんですよ。もともと絞るのがすごい苦手だったんで、でもそれでも、まあ、絞れてないけどでかいねとか、うん、絞れてたらもっと順位ついたねとかっていうふうに言われるようなタイプの人間だったんで、もともと骨格もそこそこ悪くないですし筋肉量もそこそこあったつもりでだったんですけど、初めてですね本当手も足も出ないっていうか、もう、まあ、もちろんコンディションは全然もう僕の満足いくコンディションじゃなくて、すごい挑戦の難しさを感じたりとかもしたんですけど、とは言っても例えばあれが 100% で仕上がっても順位は変わらなかったと思うんですよ。それぐらいもうレベルの差がはっきりしてて、まあ俺のちょっと俺のプロデビューもまあそのちょっとセットやったらいいんですけど、まあ俺もプロデビューした時のアイアンマンもそうだよな、本当ですか。もう85にもかからないとまさにそういうので、まあ怖いよね、怖い。本当にあのバックステージとかあのスプレータンニングの時でもあっても思っちゃって、もう気持ちでも負け、まあ本当にそうですね。それが、まあ、俺も当時は日本にいたから、はい、もちろんだけど見るのと実際見るのと YouTube で見るのと雑誌で見るのと大違いだから、大違い、本当に大違いです。だから俺は頭だし分かってるつもりで関根君もそういうふうに思ったはずなんだけど、はい、実際その中に入っちゃうともう異次元で、はい、あのもうだからステージに立つっていうよりはもうお客さんってことだよな。いやもう一番いい観客席で見てます。いや本当ですね、勝負させてもらえないというか、だから俺もそうだったから、はい、だけどこっからだからね。そうですね、そうですね、そうですね。で結局僕はその後からもう、はい、それ2回続いて、はい、まあ2回目の時にミロスになってアメリカにさ、はい、行ってアメリカに行ってつかアメリカでトレーニングしたから、はいはい、でそこであこれはもうアメリカに行ってこういう人たちの中でやらないと、うん、いつもだといかんなと思って、はい、そこから変わったんだ。それは感じましたね、うん、